はい、どうも、マイトガイです。前回の動画で、ね、カプラーの前の方交換したと思うんですよ。アーノルド・カプラーさんに連結用に、10連用に、ね、ちゃんとこう、動く方のデゴイチさんもかなりね、交換しております。さあ、さてそれはなぜか、なぜ交換を急にしようと思ったのかということについて、回答編です。このように実写でもあるように調子の悪いデゴイチを D51 さんがサポートしてあげる際、すすで汚れないように前につけてあげたかった。ブッブー。 DD51 さんと同じような理由で DD10 にもサポートエンジンとしての本領を発揮してもらいたいがため、でもすすに汚れたくない、もう嫌だというダダをこねた結果、それも違います。というわけで次に3度目の正直ということで正解を発表しましょう。それがこちらだ。ファイツガイ。正解はこれだ。じゃじゃーん。機関車の充電をするため、なんと、なんと、なんと、心の優しい、このマイトガインの妹、弟たちがですね、マイトガインの誕生日のために、この千富士鉄道に C62 蒸気機関車北海道型を送ってくれたんです。いやー、いきなり届いてびっくりしましたよ。C62 機関車と、はい、デゴイチと、パワーが一番と大きさが一番というわけでね。さらに、送ってくれたのはこの C62 だけじゃないんです。なんとですね、C62 機関車だけでもありがたいのに、なんと、テム304両、ワム9万系6両、計10両もの援護射撃を一緒にいただいてしまいました。当然新品でいただいたので箱はございますよ。はい、というわけでこれが証拠の箱です。ワーム9万系3つ、テム300のが2つ、それからこちら新品でいただいた C62 の2北海道型、どうだー。いやー、もうこれは最高ですよ。もうこいつらをね、加えた最大編成ともなれば30両近くにもなりますので、これはかなりの大所帯と言えるんじゃないんでしょうか。というわけでこいつらもちゃんと収納し、 C62 さんもちゃんと誘致をするためにポポンデッタでまた中古の線路仕入れてきました。ま、マイトガインといえば、千富士鉄道といえば、中古で賢く拡張をする。そして、貨物が大好き、千富士鉄道、主な荷物、貨物を扱っておりますというわけで、ほんと嬉しい援護射撃でしたね。で、まずこちら、直線レール、11本。だそうです。1297プラス税、それから新たに流線を2つ増やすということで、ちゃんと多分通電はするでしょうというちょっと怪しいポイント2つ。お、1つ417円。さすがにエンドレールは、ね、中古はなかったので、これは毎回全部新品で仕入れてるんですけど、価格290円くらいかな。の一番安いエンドレールファイントラーク1421。こいつです。ね、これ買うだけで3000円くらいかかっちゃいましたけど、やっぱちゃんとね、兄弟が送ってくれた、この、新しい列車たちを
留置するためには必要なのです。それでは早速組んで全部並べてみたいと思います。あまりにも素晴らしかったので増築する前にワンショット。どうですかこの白国デゴイチ10連の後に続くこの国鉄を彷彿させるね黒い貨車たち黒黒黒黒黒黒黒昭和かよ本当にいいね。昭和時代彷彿させますよ。というわけで次こそ本当にね増築していきます。なんと増築中に嬉しい誤算です。11本中8本がこの直線2分の1レールが2つくっついたものでありました。汎用性バッチリイエーイ。ほら裏を見てもらえば分かるけど継ぎ目があるんですよ。やったね。はい、というわけで拡張工事終わりました。ここにね車庫を持ってきたんです。ここはあの機関車さんの車庫にしようと。そして向こうが DE10 と DF200 の機関庫。申し訳ないんだけど予算の都合上でね新品買えないので DD51 殿はここに野ざらしでお願いしますと。そしてそのお隣のこの長いところにこうタム、あ、じゃあチムワムを置くと。してあとはもうね四季さんを迎え入れるための線路滝と古希と。してこのね滝さんを入れたところなんだけどエンドレールっていうのを使ってたんです。どうしても駅と干渉しちゃうんでレールは待ってたんでねちゃんとエンドレール撤廃しました。遠藤さんごめんなさいっつってね。よし、それでは電車留置開始。はい、というわけで少々時間はかかってしまいましたが全員留置完了です。全車両留置完了。空撮風景上から見るとこんな感じだよ。素晴らしい。はい、そしてこれが例の留置場を横から見た風景になりますよ。ちょっと上げるとこんな感じでね後ろにはがっちりディーテールが留置されていてここにはコンテナ類があり手前にはヨト D51 と C62 がおります。というわけで留置も済んだところでちょっとじっくりとね C62 を見回してみようか。はい、というわけでとりあえずここにね置いてみました。比較対象のためにデゴイチさんにも参加してもらってます。下が白国さん、上がデゴイチさん。まずパッと見て違うのはね大車輪の数だよね。 ABCD 4番目のアルファベットで D だからデゴイチさんは大車輪が4つ、 ABC C で 3つだから大車輪が3つということらしいですよ。でもっと近寄ってきたねなんか C さんはこうやって白ラインと金縁が混じっても素晴らしいことになっている。そしてこのピストンバルブもねまたかっこいいね。でこのちっこい車輪の数がねこいつは前に2個、さらにここに2個、石炭置いてあるとこにはね、ちゃんとこう、二軸で四輪と。いや、なんだろう、このゴールドライン入ってるだけ全然違うよね。で、これがの、いわゆるあの、着ていけない、ピーってやつでしょ？ここね、この上の黄色いの。そして、こちらが、今まで現役で活躍なさっていた、旋風鉄道のデゴイチさんです。なんだろう、白国さんに比べたらちょっと金のね、配色とかね、白ラインとかないんですけど、まあ、あくまでこっち標準型なので、あ、そうそう。白国これ北海道型なんですけど、一番の、特徴はここね。スノーブレード装備。ね。
せっかく新品でもらってさ、なんか無理に変なことして壊すの嫌だったんで、ちゃんと白国さんを前に、デゴイチさんを後ろに、というわけで、このようにきっちりかっちりと収まっております。はい、それでは最後におまけ。扇風鉄道といえば、新しい箇所を手に入れたらとりあえず全部つなげてみよう。というわけで、このブレインくんがいる駅の端をちょっと出そうか、スタートします。はい、ずる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 ーっと、はい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 って言って、滝が来て、コキが来て、はい、チキと外よ。というわけで、はい、持てましょうよ。はい、駅からかなり長く、この感じです。というわけで、またこの扇風寺テストを豪華になったら動画をお届けしたいと思います。それではまた、バイバイ。